アキレラウロ号事件は1985年に発生した旅客船乗っ取り事件である。この事件を含め当時の一連のテロ事件はレーガン政権にカッザーフィ懲罰としてのリビア爆撃を決断させる要因となった。本来は船舶の乗っ取りもハイジャックであるが日本語圏における用法を考慮し以下 C ジャックと記述する。 1985年10月7日、エジプトのアレクサンドリアから同国ポートサイドへと向かう。航海の途中、武装したパレスチナ解放戦線の男4人が、イタリアの旅客船、アキレラウロゴを掌握した。シー・ジャック・ハンは乗客と乗員を人質に取りながら、船をシリアのタルトゥースへ向かわせ、タルトゥース入港を拒否されると、シー・ジャック・ハンらは車椅子に乗っていた。 ユダヤ系アメリカ人男性乗客、レオン・クリング・ホーファーを銃撃し海へ突き落として殺害した。船はポートサイドへと回答し、2日間の交渉の後、シー・ジャック・ハンは自由通行許可証と引き換えに投降して船を放棄し、エジプト航空のボーイング737に搭乗してチュニジアへ向かった。10月10日、当該機は、 アメリカ海軍第6艦隊所属の空母サラドガから発艦した戦闘機械マイナス14によって迎撃され、シチリア島のナトウ軍シゴネラ海軍航空基地への着陸を指示された。アメリカとイタリア当局の不和の中でシー・ジャックハンはイタリア側により逮捕された。機上の他の乗客たちは引き続き目的地までのフライトを許された。当該機に コースから外れることを強要したことについて、エジプトはアメリカによる謝罪を要求したが、アメリカは異議を申し立てている。有罪判決を受けた、シー・ジャック・ファンのその後は様々である。PLO は、レオン・クリング・ホーファーの死に関与したとして提訴されたが、訴訟は PLO がクリング・ホーファーの娘たちに、非公式に賠償金を渡すと取り下げられた。その金は名誉毀損防止同盟。 レオンマリリン・クリングホーファー追悼基金の設立に用いられ、法的、政治的及び経済的な手段で、テロリズムと対決するのに用いられている。事件の後も、アキレラウロ号は、旅客船として、航海を続けたが、1994年11月30日、ソマリア近海で火災が発生するとアキレラウロ号は、放棄され、12月2日に沈没した。 1938年に発注され、1939年にオランダのフリシンゲンで寄港されたが、第二次世界大戦と二回の空襲に阻まれ、当時の船名、ミレム・ルイスとして浸水したのは1946年7月のことだった。1947年11月21日に竣工し、1947年12月2日に諸女公開を行った。 本船は全長192メートル、全幅25メートル、深さ8.9メートル、総トン数21,110トンで900名を収容できた。8機のズルツァーディーゼルエンジンを搭載し、2機のスクリューを備えていた。1964年にアキレラインに売却されると、当時の前、ナポリ市長の名を取ってアキレラウロ号と改名された。 広範囲にわたる改修と近代化が行われ、収益したのは1966年である。その後1985年のシー・ジャック事件にあいつつ運行を続けたが、1994年11月30日に発生した火災で壊滅的な被害を受け、3日後の12月2日に沈没した。くしくもアキレラウロ号が沈没した12月2日は、同線が 処女公開を行った日でもあった。ありがとうございます。